1000馬力級のモンスターが 1000m をフル加速。 GTR0 1000m、 手頃なチューンドベースでバンクをフル加速。 86&BRZ 最高速。ワインディングタイムアタックやっちゃいましょう。そして第3のチューンドマシンテストとしてクローズドされた仮想ストリートで行われたワインディング企画。試験的に行われたあの企画を今回実戦投入。660から GTR まで6車種12台がワインディングを全開走行。ライトウェイトの高速コーナリングにハイパワーマシンの豪快な加速、見応え満点。今までにない企画がついに始動する。ストリートスーパーラップトップガン。ビデオオプションでおなじみ高速周回路の外周路が今回のテストコース。その全貌をご紹介。スタート後しばらくは直線区間、ここで一気に加速する。その後緩い左コーナーへ突入する。若干ステアリングは切るものの加速し続けるセクションだ。そこから一気に減速して S 字セクションへ入る。抜けたらまた加速する。緩い右コーナーを抜けた後再度きつめのコーナーが現れる。ここも左右と切り返し脱出。ここから緩い左コーナーに入りフル加速。ゴール地点には赤いパイロンが立っている。これが全長 1376m のワインディングコースである。誰もがビビるこのコース。今回のうんちゃんはていうかお前本当にやんのこれ。これさそのね撮影で、まあ、俺はいつもこうねテンション上げながら走るけどこれダメだろお前。これテンションも上がんないしこの状況お前ら本当に分かってんのちゃんと。今コース見せてもらった。これちょっとまさかここ走るのこれ、ね、まさか。いやこれさ僕らの仕事じゃないですよね。いやこういうのはね、まあ、いいのがいるだろうお前、うん、いいのいい大事の曲がれないしいいんだよ曲がれないもう車来てますけど、うんうん、一応車検が取れて僕らが大好きなチューニングカー、うんうん、まあまあまあ、はい、その言ってることは分かるんだけどこれ見てみろよこの GTR、ね、どう見ても馬力出てるし馬力で悪そうですねこれね。今日は口で行きましょう、うん、エンジンじゃなくても口でバーバーね、バー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 ね、やっていこう。調子乗ってきた、うん、いけるよ今日は。はい、よしまずは軽自動車 S660 から。テクニカルファクトリーが持ち込んだのはエアロメーカーパンドラとのコラボマシン。ノーマルエンジンに GT100 ターボをポン付け、ブースト 1.35 をかけ100馬力使用。トルクは14キロとなった。ブレーキは前後ともパッドのみ、ディクセル製に交換されている。このぐらいの馬力だったらいいですけどねちょっとこっちはやばいんじゃないですか馬力制限した方がいいと思います。と侮るなかれ。ラーマンの表情を見よ。パワー的にもそんなあるわけじゃないので結構やっぱりもう全開区間が長くって、まあ、比較的安心して乗れるんで、まあ、車もやっぱりそれなりにこうすごく足回りもやっぱりしっかりしてるんで、まあまあ気持ちよく走れました。オリジナルパーツ満載、
トップフューエル。ノーマルエンジンにオリジナルのハイフロータービン装着。ブースト 1.2 キロで120馬力、トルク15キロを計測。試作の車庫長装着でフロントブレーキはエンドレス製に交換。今回今試作のダンパーつけて、はい、それもテストしたかったんですね。それはストリート用のストリート用ですね、はい、もうバネットも4キロ5キロでちょっと柔らかめで。参考タイムだがトップフューエルがおよそ1秒上回った。まあ、もうエンジンの力的にはやっぱりすごい感じられて、速いなっていうのはもう感じますね。あとはまあ足回り的にも、ロールするんだけどやっぱりちょうどいいところでやっぱりこう路面に対してこのコースに対して比較的その乗りやすいなっていうな感じですね。エンジンスワップかターボ化かロードスター対決。ブリッツが持ち込んだのは出来たてほやほやのターボちゃん。試験真っ只中の新作ターボはポン付けでノーマル比およそ50馬力アップの186馬力発生。足回りはブレーキタイヤとも完全に待ち乗り仕様となっている。あとストリート仕様だ。街乗りです。街乗りですか。こんなとこ走っちゃダメです。こんなとこ走っちゃいけないです。こんなスピードで。走行を見た小林さんが素直な感想を一言。怖いっすね。まずい。しかもシェイクダウンですから。あ、そうなんですか。まともに走ってくれてありがとうって感じですね。はい。ブリッツさんはですね、結構この 1500cc に手を焼いてるなと。で、この車なんとか早くしようってことでターボつけたんですけども、とにかくやっぱり下のピックアップ、もともとのやっぱこのエンジンの素性の悪さみたいなのが引っ張られて、確かに回ってくるとターボで気持ちいい加速して、車の速さみたいな感じるんですけど、やっぱりそこに来るまでがなかなかもどかしいというか、ただ本当にこのユーノスに物足りないなって思ってる人が、ターボつけるにはすごくいいのかなって感じがします。ありそうでなかった代物、サブライブロードスター。アメリカ仕様のロードスターに搭載される2リッターエンジンをスワップ。ほぼほぼ無加工で乗せられたエンジンのフィーリングはいかに。ブレーキは前後ともパッドのみエンドレス製に交換されている。今回初めてだけど、何回か重ねればまたなんかここ用のセットが出るのかなっていう気はしますけどね。Whoa.
的にはサブライブに半秒の差で軍配が上がった。 NA で十分だなってきましたね。聞きがしましたね。2リッターだとターボの良さもあるんだけど、下級機がついてる部分、ロスしてる部分もあるんで、下のディスポンスの悪さみたいなの、だからそう考えるとこういうサイズの車は NA がありかなって気がしますね、はい、GTR とか乗りたくね今に来ますよねすごいやつ。ぼちぼち危険な領域に86対決。最高速テストにも参戦したシェルエンジニアリング86。エンジンは H ケースの 2.1 リッターキットを組み、 T620Z との組み合わせで420馬力使用。ブレーキは GDB のブレンボを流用し、タイヤは A052 を選択。いや、なんか峠みたいでいいですね。周りに品種を買った爆音を残し、シェル86終了。86らしくそんなこうピーキーなこうパワー感がないんで、まあ、比較的全体的にアクセルが開けていけて、まあ、乗りやすい車だな。ちょっと足が動くんで、まあ、その分もうちょっとやっぱりこうその前後バランスを捉えた方が、まあ、比較的乗りやすいかな。オートプロデュースボス製作 PCA86。こちらは H ケースの 2.1 リッターキットにスーパーチャージャープラスノースで580馬力を絞り出す。ブレーキはフロントモノブロック、リア単造のエンドレス製をセットする。来るのも初めてだし、どういうところをどういう風に走るかも知らなかったんで、とりあえずつくば走ったまま持ってきました。86が40秒の壁を突破した。やっぱりパワーのある86はやっぱり暴れやすいんで、500馬力の、86と500馬力の四駆ってのはもうこのコースではもう格段に四駆だよね。やっぱり肉はどうしてもやっぱりシビアに、やっぱりこうで路面のグリップも低いんで、パワーやっぱりこうそのギアだけしか伝わらないんで、それがもろにやっぱりこうその出ちゃうんで、その扱いづらさっていうのはものすごくあるんじゃないかな。後半戦は D1 ベスト16の後で。